7列目花畑の様子です。今日は5月3日、チューリップも残り少なくなってきました。山陽の方に咲くチョコ色のチューリップです。昨日は32度ありました。真夏のような気温でした。今日も32度の予報となります。この気温ではチューリップはもう花びらが縮れてしまうでしょう。見納めです。こちらクリーム色のチューリップです。一番最後の咲くチューリップです。咲き進むとだんだん白くなって背がもうちょっと伸びます。ただこの暑さでどうなることやら。一気に咲きました。清楚な感じの花です。これは切り花に向いた花ですね。なんか竹が長い。あとお隣の列の最後に咲く花、これもチューリップなんですけど、いつも取ってもらえない花なんです。最後に咲いちゃうので。これも5年くらい育ててる花です。なんかすごく花の量が多いような、花びらの量が多いチューリップです。それとお隣、大甘菜咲いてきました。これからもうちょっと密集して花数が多くなるはずです。大甘菜です。